そちらです。せいやです。うん、だるー、ワンピースカードフィルムレッド版開封。前試写会ね、参加した時に、はい、ね、スタッフさんにもらったんですよね。これ非売品らしいね。らしいな。これだから結構貴重なやつですよね。これいつ出んの ?4 人は。このカードデッキは。もう出てんねや。来場者特典。あ、すいません。そうです。あ、来場者のデッキでもらえんの、ね、すごいな。ワンピースフィルムレッドの入場特典第2弾として配布されたチュートリアルデッキやって、8月13日より全国合計50万パック限定で配布開始されて、はい、もう即配布終了になってると。あら、ね、見に行ってもらわない。そう、貴重なね。ありがとうございます。なるほど。前ほんでシャンクスカード、シャンクスカードって呼んでんねん。あれ出たやん、激レア。出ました。あります。あ、わあ、すごい、厳重に。すごい。すごいね。これだからあの後、うん、バンダイさんに電話してな。はいはいはい。なんて言ってたんやっけ、向こう。めちゃくちゃびっくりして。うん。本当ですかね。すごいね。こっちも仕組んでないんで、ちょっと、うちが提供したって、言わないようにしてもらうかもしれない。なあ、はい、そうそう。やらせみたいになるから。えぐすぎて、ほんまに、なあ。いや、やっぱフィルムレッドって、ほんまにシャンクスが、お礼に来てくれたんやって、うん、俺らが頑張ったから、頑張ったから見に来てくれたんや。すごいよこれ。ただあんま強くないってね。そまあコレクションやな。そうやな、これはもう神です。あ、これ俺のか。じゃあ俺側に、まあ霜降り明星にってバンダイさんがくれたからね。開けます。サンプルですから。これはもうランダムじゃないんや。もう確定のも入ってんねや。見ましょう。ちょっと見ようか。開けます。開けよう。内容一緒やから。しかもフィルムレッドすごかったな。ちゃんとネタバレ感想言ってなかったけど、はいはいはい、激アツやった。もう多分この動画の時は3回目も見に行ってると思いますけど。おお、激アツ。激アツでしたね、シャンクス。ヤソップウソップ、ヤソップウソップ。ハサミあった。また俺だけ手で開けてるって言われるから。あ、このパッケージもね、貴重ですから。何やったら取り直そう。そんなん言うなよ、開けてから。俺だけそんなやってるみたいなコメントすんな。はめるの、コメントでカットしてくれ。開けたとお前は。さあさあ入ってます。さあ OK 入ってます。あ、歌や。あ、リーダー歌。4、うん、リーダーカードみたい。え、鍵の手と花がさ、おるんちゃう。ほんまや。なあ、クラゲ海賊なの。それでくれたんや。このレッドの歌がまずリーダーです。ね。編集がすごい丁寧で見やすいですね。ね。下りチューブ、ありがとうございます。うわあ！もういきなり。うわ！クラゲ海賊団出た。俺らや。俺でか。お前花がさ、お前。どんどん花笠に寄っていってるやん、ね、また髪の毛ね。髪の毛と体も太ってきてるし。ほんまや、俺は花笠や。俺は鍵の手、渋い鍵の手。コストエリアのどうして。いいね、ちょっと見ていこうか。3枚。クラゲ海賊団ゴードン。ゴードンや。映画や、映画のゴードン。ゴードンいいキャラでしたね。謎の男ゴードン。あ、コビーエレジアの。こいつもでもゴードンもちょっと悪いけどね。このゴードンね、楽譜を音楽家すぎて捨てれてないという。ゴードン1コス。コビー。何このコビー、かわいい。かわいい。へぇ。かっこよくなった後のコビー。でもなんかタッチがね。ほんまやな。サニーくん。あー、サニーくん。かわいいんですよね、サニーくんが。サニーくんも今回映画で。なんかいいよね、この小田さんがサニー号へのなんかそう愛情というか、うん、メリーみたいにちょっとなんか愛着湧くようにしたんかなみたいな、わざと。あ、なるほどね。シャンクスかっこいい。もうシンプルや、効果なしや。あ、歌の能力がそれやから、効果ないキャラをパワープラスする。めっちゃ強いやん、シャンクス。1万。1万やな、強いな。えぐっ、シャンクス
いいね、かっこええな。そしてロー、ロー、かっこいい、ね、バルトロメオ、バルトロメオ、バルトロメオのあのバリバリアの色もね、なんか独特でしたね、今回の映画バリアの色、そう、ね、強めのバリアやったんかな、うん、ベポ、ベポ、ベポは3枚目でしたね、ずっと歌、ベポ、ヘルメッポ、ヘルメッポ、このタッチな、海軍タッチ、うん、来ました、わお、ベンベックマン、ベンベックマン、ベンベックマンも良かったね、あのシャンクスの娘やと思ってたら、うん、ベンベックマンも俺の娘に一般市民を殺させるなっていう、いい、みんな思ってるっていうね、みんなの娘、赤髪海賊団の娘、武装色でピストルの弾が弾くとか痺れました、ベンベックマン、ベンベックマン、モンキー・ディ・ルフィも普通にいますね、ヤソップ、ヤソップ、ムキムキな、ヤソップも最高でしたからね、今回ヤソップ、ウソップ、ヤソップとウソップのこの共闘ね、なんなんそのヤソップ、ウソップって原作でも別に絡みなかったんや、ヤソップとウソップは実際には絡んでないし、今作でも絡んでないんですよ、あ、まあそうか、見聞色で、ちょっと実際には絡んでないけど、うん、分かるという、それがめちゃくちゃ小田さんのおしゃれなとこ、まだ合わせないというね、なるほどね、原作で多分合うからシャンクスもルフィも合ってないというやつです、はいはい、あとは普通のパックにも入ってたガードポイントとゴムゴムのジェットピストルか、ガードポイントちゃんとだからデッキとして成立してる、ほんまやな、うわーすげえ、うわっ、ドンカードがあって、最後4枚は何やこれ、なんかガシャポンがあるよと、うわ欲しい、フィギュアあるよと、このいいですね並び、あーこれね、ウタ、ルフィ、サニー君、ゼファー、シキ、うん、テゾーロ、ギルドテゾーロ、だから今までのフィルムシリーズ全部、なるほど、フィルム Z、フィルムゴールド、そしてストロングワールドからシキで、フィルムレッドからウタ、すごいね、いいね、チョッパーっちやって、たまごっちならぬ、チョッパーが育てられんねんって、めっちゃええやん、これはちょっとこれに入ってるってすごいな、すごい、しかも歌の次やで、すごい、クラゲ海賊団これは一生もんやな、これすごいな、ほんま、ここに入るっていうのは本当にありがとうございます、カードなったで、すごい、ゴードンもいいね、ここにな、このシャンクスのやつ入れて、ゴードンこれでな、おお、え、何しとんねん、お前、いや何しとんねん、お前いよいよ私物化しだしたな、いや俺のシャンクス、俺が当てましたもんね、これトットムジカやん、こいつ霜降り明星のトットムジカ、誰がトットムジカやん、金槌になったのかい、いや、あいつ、みーちゃんがちゃんと、いやすごいね、すごい、素晴らしい、ちょっとこれ、バンデさんありがとうございます、ありがとうございます、またやりたいね、カードもう、ちょっとこのフィルムレッド、これでやりたい、戦いたいな、すごいね、歌がリーダーですね、じゃあまだやりましょう、あれしゃい、皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。